ゴートと BYC はどんなダンスにも合うし、緩急が見事に融合されてる。やっぱり最後の癖がすごすぎる。翔くんの可愛い顔、今日たくさん見れて、嫌なことも癒されました。今日は本当に素晴らしい日でした。ソーシャルメディア上にナンバーアイの情報が溢れ返り、私を含め多くのファンが喜びに満ち溢れた気持ちになったのではないでしょうか。それはまるで、 私たちが待ち焦がれていた太陽の光が一斉に降り注いだような、そんな感覚でした。ことの発端は渋谷のランドマークの一つ、タワーレコード渋谷店に突如現れたナンバーアイの巨大広告でした。多くの人々が行き交うその場所に、彼らの姿が大きく掲げられた光景は、まさに圧巻の一言。行き交う人々も足を止め、 その巨大な広告に視線を奪われていました。そして彼らの公式インスタグラムにはさらに私たちを笑顔にするサプライズが投稿されたのです。それは夏の太陽が降り注ぐ開放的な空間でメンバー3人が楽しそうにビアボールを片手に語り合う約60秒の CM 動画でした。まるで彼らの日常を垣間見ているかのような親近感あふれる映像に 多くのファンが心を奪われたことでしょう。彼らは、ただそこにいるだけで、周りの空気を明るく、そして温かいものに変えてしまう、そんな不思議な魅力を持っているように感じます。しかし、今回のサプライズはそれだけではありませんでした。公式インスタグラムには、もう一つの動画がアップロードされていたのです。それはゴート、Go と &BYC の軽快な音楽に合わせて、 平野翔さんと神宮寺優太さんが楽しそうに踊る姿が収められたものでした。平野さんはキレのあるオタ芸を披露し、その場にいた全員を笑顔にしてしまうような、太陽のような明るさを持っていました。一方の神宮寺さんはコミカルな動きで周りを和ませる、まるで月のような優しさを感じさせる存在でした。二人の対照的な魅力が絶妙なバランスで融合し、 唯一無二の魅力を放っていました。これらの動画は瞬く間に拡散され、コメント欄は二人の姿に心を打たれたファンの熱狂的な声で埋め尽くされました。二人とも可愛すぎる。毎日楽しい動画をありがとう。二人の仲の良さが伝わってきて、見ているこっちまで幸せな気持ちになった、など、彼らの姿は多くのファンに喜びと感動を与えました。 私自身も彼らの笑顔を見るたびに心が温かくなるのを感じます。それはまるで太陽の光を浴びて心身ともにリフレッシュしたようなそんな感覚です。アイドルは私たちファンにとって単なるエンターテイナーではなく希望であり活力なのです。しかし彼らの見せてくれる姿は どこまでが真実で、どこからが演出なのでしょうか彼らはプロ意識の高いエンターテイナーです。常にファンを喜ばせるために、様々な工夫を凝らしているはずです。もしかしたら、私たちが見ている彼らの姿は、綿密に計算された完璧な演出なのかもしれません。それでも、私は彼らの笑顔が本物であると信じたい。なぜなら、 彼らの笑顔は私たちファンに計り知れないほどの希望と勇気を与えてくれるからです。私たちは彼らの見せてくれる希望を求めているのかもしれません。平野翔さんと神宮寺ゆうたさん。彼らの日常はこれからも多くのファンを笑顔にし希望を与え続けるでしょう。彼らの活動からこれからも目が離せません。アイドルの真実。 演出について考える時ふとあるととふあ有名な映画監督の言葉を思い出します映画は現実を映す鏡ではなく、現実を形作るハンマーである、という言葉です。これは、映画というフィクションを通して、現実世界に影響を与えることができるという、映画の力を端的に表現した言葉です。アイドルもまた、ある意味では、 現実を形作るハンマーと言えるかもしれません。彼らの言動、行動、そして存在そのものが多くのファンに影響を与え、現実世界に変化をもたらす力を持っているからです。例えば、あるアイドルが事前活動に熱心に取り組んでいる姿を見たファンが、自分も何か社会貢献をしたいと考えるようになるかもしれません。また、 別のアイドルが夢に向かって努力する姿に感銘を受けたファンが自身の夢に挑戦する勇気を得るかもしれません。アイドルはその影響力の大きさゆえに常に自分の言動に責任を持たなければなりません。彼らの発言や行動一つ一つがファンの人生に大きな影響を与える可能性があるからです。しかし、だからといって アイドルが常に完璧であろうとする必要はありません。時には弱さを見せたり、失敗したりすることもあるでしょう。むしろ、そのような姿を見せることで、ファンはより一層彼らを身近に感じ、親近感を抱くのではないでしょうか。大切なのは、真実であろうとすることです。たとえそれが演出であったとしても、その根底に真実があれば、 ファンはそれを受け入れてくれるはずです。ファンはアイドルの完璧な姿ではなく人間らしい姿を求めているのではないでしょうか。平野翔さんと神宮寺ゆ太さんはまさに人間らしい姿を見せてくれるアイドルです。彼らは決して完璧ではありません。時には失敗したり弱さを見せたりすることもあります。しかし、だからこそ 私たちは彼らを応援したくなるし、彼らの未来を信じたいと思えるのです。彼らの姿は私たちに完璧であることよりも自分らしくあることの方が大切なのだと教えてくれます。私たちは彼らの姿を通して自分らしく生きることの素晴らしさを学び、そして彼らと共に成長していくことができるのです。アイドルは 夢を与える存在です。そして、希望を与える存在です。彼らの真実に触れることで、私たちは、明日への活力を得ることができるのです。平野翔さんと神宮寺勇太さんの魅力は、彼らの人間味あふれる姿だけではありません。彼らは、アイドルとしての高いプロ意識と、たゆまぬ努力を続けられる真面目さも兼ね備えています。 彼らは歌やダンスのスキルを磨くために日々練習を重ねています。彼らのパフォーマンスは一見エファテュレスに見えるかもしれません。しかし実際にはその裏には計り知れない努力が隠されているのです。彼らはファンを喜ばせるために常に新しいことに挑戦しています。今回の動画に見られるように彼らは様々な企画に挑戦し、 ファンに新鮮な驚きと喜びを提供し続けています。彼らのプロ意識の高さは、ファンへの感謝の気持ちから生まれています。彼らは、自分たちを支えてくれるファンの存在の大きさを誰よりも理解しています。だからこそ、彼らは、常にファンを第一に考え、その期待に応えるために努力を惜しまないのです。平野翔さんと神宮寺優太さんは、まさに、 アイドルの感と言えるでしょう。彼らは人間味とプロ意識という一見相反する要素を見事に融合させ、唯一無二の魅力を放っています。私たちは彼らの姿を通して夢を追いかけることの素晴らしさ、努力、することの大切さ、感謝の気持ちを持つことの尊さを学ぶことができます。彼らの活動は、 私たちに多くの感動と勇気を与え、私たちの人生をより豊かにしてくれます。私たちファンは、これからも彼らの挑戦を応援し続け、共に成長していきたいと思っています。彼らの未来は希望に満ち溢れています。彼らは、これからも多くの人々に夢と希望を与え、私たちの人生を輝かせてくれるでしょう。 あなたは平野翔さんと神宮寺ゆ太さんのようなアイドルをどのように思いますか彼らの姿はあなたにどのような影響を与えますかあなたはアイドルの日常についてどう思いますか彼らの見せてくれる姿は真実なのか、それとも